はいどうも、こんにちは。今日もですね、ライフアフターをやっていきたいと思います。最近自分はですね、伐採速度の向上にハマっているんですけども、料理ですね、料理で新しい料理を開放すると、非常にですね、伐採速度を上げれる料理があると、YouTube でね、コメントで教えていただきました。どうもありがとうございます。で、そちらの料理はですね、今の状態では自分は作れないみたいなので、転職能力で、解放していきたいと思います。制作なのかな。こちらあった。こちらかな。門外不出の秘伝、これだと思います。これを上げていくと、エビキングの吸い物っていう料理が作れるらしいんですよ。エビキングの吸い物、それを作りたいと思ってます。これ3段階あるみたいだけど、最初はフルーツキャンディーって書いてあるね。まずはじゃあこれを解放してみようか。新貨幣とスキルも低いもんね。じゃあやっちゃおう。はい、これはできて次は何だろう。あった。レシピ解放、極上エビキングの吸い物、食べると伐採速度と採掘速度アップ、同時に採集使用時間を短縮するって。進化兵とスキルも全然いいね。じゃあこれを、習得しちゃいましょう。レベルアップ、ありがとうございます。レベル2でいいかな。よしよしよし。じゃあ今からそれを料理で作っていきたいんですけど、実は言うと、さっきね、釣りをしてきまして、もういっぱい取ってきました。こちら、コーレイエビかな。これも取ってきたし、魚も取ってきたし、あ、今気がついたんだけど、カニがない。このレシピを作るのに、カニが必要なんだよね。まいったな。カニか。ちょっとカニ取ってこないといかんな、カニ。はい、野営地の釣り堀から戻ってきました。そしてなんとかですけど、こちら川ガニを取ってきました。いやー大変でしたね。でこれで、極上エビキングの吸い物を作れるはずなんですね。材料としてはこちら、コモンの魚2つと、こちら川ガニと、こちらコレエビ、これを、あ、もう出た。レシピのところに出てる。極上エビキングの吸い物。いいね、いいね。熱々の栄養たっぷりの石鍋かゆ食べると、短時間の間、伐採、採掘、採集効率が大幅にアップ。自宅のオーブンでのみ作れます。熟練の語るって書いてあるけど。よし、作っちゃおうか。30秒かかる。わー、ちょっと嬉しいな、これ。あー。いろいろ時間かかったけどね。結構エビとカニが出ないね。魚とかは結構本当によく出るんだけど、エビとカニがね、なかなか出てくれないね。一回の、その、釣り、15回分で、ようやく1個ぐらい取れるかなって感じ。さあ、ゲットしました。極上エビキングの吸い物。あ、こっちじゃないか。はい、こちら。採集速度が 8% か。いいね。8% が付与されるってことですね。前回の、うなぎの、うなぎ焼きだっけとか、あとは、ブルーベリークッキーかな。あれはプラス 2% だったから、さらにプラス 6%。これは相当大きいですよね。また、赤杉町とかで、伐採するときにこれを使っていきたいなと思います。